大広史歴は中国歴の一つで、かつて中国や日本などで使われていた太陰太陽歴の歴法である。中国の唐の僧の一行が元想の直令を受けて編纂した歴法である。一行らは南は広州から北は鉄陸に至る四五千古町の測量を行い、中国全土に及ぶ大規模な天文測量を実施した。中国では 改元17年から上限2年まで33年間、用いられた。大広史歴は非常に整備された歴法であり、その形式が後世の模範となった。太陽運行の不均等性を考慮して、太陽運行表が編成され、計算に不等間隔二次差補完法が用いられた。また職計算に職の地域的時間差が導入された。日本には、 きびまきびが天平7年に、唐から持ち帰った。だが、当時の日本には歴学に通じた人材が不足していた。ため、実施には、慎重な準備が進められた。直後に、藤原仲間丸政権下で実現されることになる。天平法治8年から上岸3年までの98年間、用いられた。天安2年からの4年間は、改歴の準備として、 五木歴と併用されたが、上岸4年に鮮明歴が導入された。ありがとうございます。